入ってるんで OK です。ちょっと目が見てください。それを今やってる段階っていうのは、相手が切ってくる、避けなきゃ、避けて、抜いて、切り上げる、切る場合でも実際の場合には、避けるように、これを相手に、ね、届ける方が大事。避けるっていうのは、まあ、避ける、これ基本として、逃げない。実際の場合はもう、ここで間に合うぐらいのつもりで、足がちょっと全然違う。結果、ここを見て。見てるでしょ。足動いてるだけ。だからこうやる必要は本当はない。でも最初からこのままやったら最後折れて、あの刀を曲がって終わっちゃうので、これで最初は大きくやるけれども、慣れてきたらこのまま。もうふってやる。最初は次は。そうすると、まあ相手に向いて。